火力発電所2基の再稼働が決まり、懸念されている夏の電力需給の逼迫が緩和される見通しとなりました。東京電力と中部電力の合弁会社ジェラは、老朽化などで停止していた千葉県の姉ヶ崎火力発電所5号機と愛知県の千田火力発電所5号機を再稼働させる方針を発表しました。 稼働機関は電力需給の逼迫が懸念されている来月1日から8月31日までの予定で、政府が求めていた追加の供給力が確保されることになります。政府は来月が猛暑となる場合、電力供給の余力を示す予備率が東京・中部・東北エリアで3.1%と、過去5年間で最も需給が厳しくなると予測していましたが、 これが4%程度に改善する見通しです。ただ、7月1日からの政府の節電要請は解除されていません。電力会社の関係者は災害やトラブルなどで他の発電所が止まる可能性もあり、安心できる状況ではないとしています。